演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ネット通販で購入した訳ありカカオ 70% チョコレートを食べたいと思います。カカオが多分多い、強いってことは2段目のダンスチョコレートってことなんでしょうね。訳ありというのは、なんだろう、割れてるってことなのかな。中にはこういう風にまだ枚数入ってます。ではどんな感じ、断面図はこれでいいですよね。ではいただきます。カカオ 70% も入ってるのにどれくらい苦いのかなと思ってました。食べてみると案外そうでもなかったですね。その苦味は強烈っていうのでもなく、だからって甘ったるくもない、ちょうどいいバランスでもと言えばいいのでしょうか。50-50ではないのかもしれませんね、チョコレートの場合ちょうどいいバランスというのは。で、結構食べ進められたんですが、ちょっと口の中が油ぎってきてしまったので、残った分はまた大切に食べていきたいと思います。というわけでこのチョコレートはこちらの点数とさせていただきます。そう、コマ回す妻を見るかな面影の、コマを回す奥さんに何かを感じているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。